私はこのラーメン屋を50年間やっています。あ、もしもし。あ、ラーメン1人前と、はい、わかりました。私はちょっと若く見えるか、結構年を取っている人です。新人を慣れさせるのにはとても難しいです。わかんない。静かにしてください。ラーメン屋で働くことはつまらなくないです。すごい音だったよ。しょうがないでしょ。時々変な客が来ます。もうやめないよ。ねえ、来たな。時にはなんでまだラーメン屋をやっているんだろうと思うことがあります。すいません、お金払わないで一生瓶で言うのはやった。やめてください、やめてください。笑えるんだよ。やった。もうなんなんだよ、こんなに逃げる客もいて。もうやめる、店長。バイバイ。これは私のラーメン屋の話です。今日は新人の最初の日。卵1個で、中ラーメン2つ。大丈夫？大丈夫っす。ちょっとこれどんなイラガトしてんだよ。ねえ、店長のくせにわかんないのかよ。何してるんだよ。だってこれははめて。だって店長がしょうがないじゃないですか。なんでラーメン作れ。すいません。ほら、言われてるじゃん。お湯がない。お湯がない。ラーメン。ちょっとお待ちください。静かにしてください。新人は初めてラーメンを作るのに上手だった。店長できましたラーメン。あ、ってんのかな。すごい。これ初めてなのにすごいじゃん。これよくできた。じゃあお客様に。はい。醤油ラーメンできました。はい、ありがとうございます。3日。マジで？嫌いなんですか？ちょっと見た目良かったのに茹でてなかったなんて。ごめんなさい、本当にごめんなさい。作り直しておきます。記憶がないと物を作るのが難しいです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ご注文はビッカーラーメン5辛で。5辛お願いします。はい。店長、激辛ってどうやって作るんですか？知らないの？だって初日ですから、新人だし。まさか店長まで知らないんですか？いやー、ここちょっと50年もやってるんですけど、ちょっと、いや、自分で作ったことあるんですけど、頼む人が組めなくて。じゃあどうするんですか、あのお客さん。いや、ちょっと作り方を忘れるなんて信じられない。知らないんですか？いや、でそんな注文する人は本当一人しかいなかったね。でも一人の時に作ったんですか？いや作ったけど、何年前なんですか？わかんない。もうあれ出すしかない。わかりました。これですね。しょうがない。すいません、お客さん。ラーメンが作れなかったので、ちょっとこちらでお願いします。嘘ですか？冗談ですか？本当です。店長が今まで50年間ずっと作ってきて、初めての方らしくて、作り方わからないので、お願いします。お願いします。すいません。お湯お願いします。はい、お湯1丁。はい。できた。はい、どうぞ。3分間待ってください。ああ、ね、すごっ。たまにお客が来るけど、たまにはめんどくさいお客が来る。すいません、はい、ビール1本。はい、もうやめなよ。はい、ビールしね。早くして。はい、どうも。大丈夫ですか。栓抜きちょうだい、栓抜き。やばい、やばい、サボってごめんなさい。私、ちょっと栓抜きない。もう歯で開けちゃいなよ。すみません。ちょっとそこのお兄さん、ちょっと歯で開けてくれる？すみません。もうラッパで飲んじゃうよ、ラッパで。すいません。ここ居酒屋じゃないので、ラーメン屋さんなので、周りの方の迷惑になる、ちょっとこういうおやめください。お客が大人なのに子供っぽい。おー、聞いて。ちょっとお金払わないと。いくらですか？5万3600円。ちょっと5万3600円になっちゃったよ。ねえねえねえ、5万円過ぎちゃってるよ。もうお金持ってないよ、カードもないし。もう逃げよう、逃げようよ。もうなんでなんだよ、このに逃げる客もいて。もうやめる、店長。わいな。やめます。逃げる。これはラーメン屋じゃなくて、ただのスタジオだった。これを見た人、見てください、みんな。ありがとうございます。ありがとう。